こんにちは、ブレイクタイムです。神の道、神道、花、龍馬シリーズ、今回はね、ちょっと休憩しましょうか。ちょっと私もね、興奮しすぎたと言いますか、アクセルを吹かしすぎたかなと思います。同時に花龍馬さんに私のね、前回の2つの動画、これを受け取る力量がやっぱりあったんだなと思って、ちょっと安心しましたね。私ね、去年ね、花龍馬さんなら私の、偉そうに言って申し訳ないんですけども、私のこの圧力に耐えうる方だと思ったんですよ。ほとんどの方は途中でやっぱりいなくなっていくっていうかね、逃げ出してもうちょっとマイルドなところを望んだりとかするんですけども、ただやっぱりね、ビジネスもしくはその人生そのものなんですけども、手を緩めても仕方がないんでね。で、特に私の速稼塾に入って弟子入りしようっていう人は人生変えたいはずなんですよね。じゃあ人生を変えるってことは、今までの人生を全部捨てれるかと、でゼロから始めれるかってところなのに、なぜかね、いや今まではこういうふうにやってきたんだよとかね、なかなか生活変えられないですよとかね、この前教わった人はこうなんですっていうふうに、なぜかね、うまくいってない、変えたいはず、捨てたいはずの、拭い去りたいはずの人生をなぜかどこかで大事にしていて、なかなかね、話が通じなかったりするんですよ。ともすれば私がね、横暴なんじゃないかなって言い出す方ももしかしたらいたかもしれないです。耳には届いてないですけどね。でも横暴ではなくて、私が、こういうふうな人生を歩んだことをずっと表現している中で、それを自分もしたいっていう方が、アクセスしてきてね、その方に対して私は、じゃあどこがどう違うのか、どのように自分を変えていけばいいのか、新しいゴールにたどり着くのかってことをね、私なりの視点でお話してるんですよね。もちろん本当にそうなるかどうかは分かりません。そもそも私が言ったことを実行する方ってのはあんまりないと思うんでね、実行できないレベルかもしれませんけども、でも100語った中の1つでも2つでもやってみると違う景色が見えてくるはずなんですよ。今まで歩まなかった道、もしくは今まで目を向けなかったね、景色、こういったものを見ることによって、新しい方向性が見えてくるのは間違いないと思うんですよね。で、それを求めて私の方が来てると思うんでね、そんな感じでね、花龍馬さんが小野田さんの動画の下にポンと現れた時に、私の見る目っていうのがね、どこまで正確なのかってこともありますけども、その時ではね、間違いなかったかなと。もしかしたら見える人かもしれないなと。1年後にはこの久保哲郎に会ったことがあの時がきっかけだったって言うんじゃないかなと思ったんで、ちょっとね、お試しアプローチみたいな感じでやってみたんですけども、その時の私の確信っていうのはその通りだったなと。2度確信、今年になってしまいましたね。で、2つの動画、ちょっと時間がかかった動画もあると思いますけども、ご覧いただいて、やっぱり受け取る力量のある人だなと、いわゆる受信力の高い方だなと思ったんですよ。きっと花龍馬さんは私のものではなくても、どんなものを見てもそこから価値を取り出せる人だと思いますし、その真意をね、誤たずに見抜ける人なんじゃないかなと思うんですよ。だからここまではね、私はね、本当その通りだと思うんですよ。ただこれからその見抜いたものをどうアウトプットする、使うかっていうところが花龍馬さんの力量かなと思いますけども、それもあるだろうなと思うんですよ。で、私には残念ながら20代の時も30代の時もありませんでした。20、30代ね、ありませんでした。で、40になっていろいろと自分の人生なりね、今までの歩みを振り返った時に気づいたのは、このままじゃいつまで経ってもこのままだなと思ったんですよ。ですので私は39歳までの人生を全て自己否定でですね、40歳からおぎゃーと生まれた赤ちゃんのつもりで、全てのものが自分の学びになるように、それこそ人生我が皆師匠という形でね、やってきました。悪い方からでも学べるものがあると思いましたし、いわゆるね、社会的に価値がないと言われている人からも、どういうふうに自分は、この人の意義を取り出せるだろうかってことをやっぱ終始してましたね。それでですね、なんでね、花龍馬さんが言ったように、なんで私になんか関わってくれるんですかみたいなことを言ってましたけども、いや、私はね、叩いて音がするものは叩きたくなるんですよ。それだけなんですよ。この人叩いたら音がするんじゃないかなと思って、花龍馬さんの動画をノックしてみたんですよね。そうすると見事に音がしたってことです。だから良かったなと思うのは、花龍馬さんに送った最初のね、個別動画ありましたよね。花龍馬さん今でも覚えてらっしゃると思いますけども、この個別動画を私が間違った伝え方をすれば、それでもね、響かなかったかもしれないんですよ。だから私が伝えようとした意思っていうのは、
これは電撃が走ったように貫いたと思うんですよね。でそれからずっと、もしかしたらもう感性学びっぱなしみたいなね、そんな1年間が送っていただけたとしたら、私は多分ね、大げさに言いますけども、私の人生で世の中に、まあ花井ロマさんを通じて世の中に、まあ、久保哲郎速稼塾っていうものがなんかね、遺産を残せたんじゃないかなっていうふうに思うわけなんで、そういう意味で言うと私は自分のためにもね、花井ロマさんに関わってると言えるんですよ。ということなんで、花井ロマさんはなんでだろうと思うかもしれませんけども、私は花井ロマさんにねメッセージを送ることによってものすごくたくさんの学びを自分で得てるんですよ。花井ロマさんからももちろん得てますけどね。そしてそこから始まるのが綾沢ちゃんとの縁だったりね、綾沢ちゃんにも同じようなメッセージで関わってるんですけども、そことここがこうつながるとかね。じゃあ去年ミスター M さんとも同じようなメッセージで始まりました。ミスター M さんとは動画のリレーが今でも毎日続いてますね。今度は会う約束までしてるんですよ、ね、そして他の私の塾生とも会う約束もしてるし、なんかまんじゅうを送ったり送られたりとかあってあるわけでしょ、うん、だからこれはね、私ね、大げさなこと言って偉そうなこと言いますけども、私という速稼塾を中心として、そのいろんな人と人がつながって家族になって、しかも世代交代まであるんだなと思うんですよ。で多分私が先に、死んで YouTube の更新が止まると思いますけども、でもその後も多分ね、花屋のおばさんがたまに私のことを覚えててくれて動画発信するなり、私がやったものを花屋のおばさんの表現の一部として何か使ってくれれば、私は永遠に生きることができると思うんですよ。そうなった時に花屋龍馬さんを通じて私の子供大和くんがね、あ、パパに影響を受けた花屋龍馬さんってなんかすごい人だなと、花屋龍馬さんに僕は影響を受けたいよ、そうすることによって花屋龍馬さんを通じてパパを見ることができるんだよっていう風になったら、なんか面白くないですかと。これはね、私がねアニメの見過ぎだからね、こんなことを考えちゃうんですよね、きっと。でもね、本当にそこまで考えて花屋龍馬さんにメッセージを送り始めたわけではないんですよ。単純に打てば響く人だなと思ったんですよね。そして見事にね、私が思う以上に打てば響く人だったということです。そういう意味では私の方がお手上げで、いや花屋龍馬さんをねちょっと安く見積もっていたかなと、このぐらいだと思ったらこのぐらいの人だったみたいなね、いやこちらからね本当お礼を言いたいぐらいですよ、うん、本当に今回はね休憩動画とは言いますけども、うん、まあ私の感謝の動画にちょっと変わってきたかな。花屋龍馬さんありがとう。花屋龍馬さんのおかげで私もね、うん、なんか速稼塾の意味をもう一回改めることができました。速稼塾は花屋龍馬さんのおかげでまた進化しました。今日は以上です。本当にありがとうございました。